西田のコチトラ自腹じゃ。はい、どうも西田です。今日はですね、ヨドバシカメラの梅田公開のね、ガチャガチャに来ております。またですね、ドラクエの新しいクリスタルモンスターズが出てたので、まあ、全部種類じゃなくて、ね、欲しいのだけちょっとガチャガチャ回しに行きたいと思います。よろしくお願いします。これですね、で形がね、これとこれは持ってるんで、この窓ハンド、爆弾やメガザルロックが欲しいです。まあ、これは出なくてもいいです。これどっちか当たれば終わりたいなと思います。この少なそうなやつですね。200円、これで400円。どう見てもスライムやね。ああ、これや、これや。一番当たってほしくないやつや。もう一回できるぞ。3、4。しゃ、なんか出たぞ。なんだこれは。あ、またスライムや。出すぎやろ。両替行きます。これは爆弾岩っぽい。どっちやろ。開けないとわからない。もう一回行くぞ。さあ何やろ。あ、これも爆弾岩っぽいぞ。これも同じ色っぽいんで、爆弾岩がね、これが2つ、これが2つ出たんで、残りの1000円でやめたいと思います。で、行きましょう。行こうかな。よいしょ。さあ、なんだ、スライムやめて。あー、これはスライムやな。次行きます。気を取り直して、メタルキング来た。来ました。ラスト1回。窓ハンド来てくれ。窓ハンドかストーンマン。窓ハンド来て。お、来た、窓ハンド来たぞ。ちょっとね、クリスタルモンスターズのコレクションが多くなってきたんで、コレクションボックスをね、ちょうどダイソーがあるんで買いに行きたいと思います。昨日ね、ヨドバシカメラのダイソーにね、2段のコレクションボックスがなかったんで、梅田でね、最大のダイソーに行きます。そこでなかったらもう諦めましょう。どこ行ってもないでしょう。もうや、下やな。これですね、2段、300円。よし、これを買おう。セルフレジでこんなに並ぶのがすごい。本日も阪急電車を
ご利用いただきましてありがとうございます。いい音さすな。はい、それではですね、このダイソーで買ったコレクションボックスに入れていきましょうか。まずは爆弾位はとりあえず真ん中のあたり置いていこうか。ここに置けるようになってるのはこんな感じです。窓ハンド、スライムがですね、僕ね、こっちのライムスライムが1個当たってたのかなと思ったら、3つともこっちの普通のスライムでした。残念や。青いカプセルの上からじゃ分かんなかった。次がメタルキング、よいしょ。後ろがですね、前回までの。ほとんどもうこれ、ストーンマンと一緒でしょ。だからそんなに欲しいなとは思わなかったんですけど。メタルキングとね、まあ、スライムベホマズン、キングスライムと、まあほぼ一緒だしね。これも別にそんなに、まあ、当たったかラッキーぐらいですね。新規造形が窓ハンドと爆弾岩、メガザルロックかなと思います。今回はスライムの種類が少なかったんでね、ハズレは少ないんじゃないかなと思いますけど、やっぱ半分ぐらいね、減ったガチャガチャ回す方がいいんじゃないかなと思います。ハズレのスライムね、かなり仕込まれてるんで、あれをだいぶ吐き出したガチャガチャを選ぶのがガチャガチャでのセオリーなんじゃないかなと今日すごく感じました。では最後までご視聴ありがとうございました。